の投資ではこれは一番いいんじゃないかな。 FX の投資ね、勝率 70% で冷やして投資するのね。で、ここを志願してからこれは負けたってね、次のラインで志願してここですね、クローズまで1日見て勝ちですね。こんな勝った、シグナルが来てここでこれ負けたってね。これ冷やしたからいつもこうやってね来て、これは負け、ね、これ来てでしょ、次打つでしょ、シグナルが来てその日の最後に打つ勝ち、これだけ勝ったわけね。ビップスにして換算した方がいいかな、これ。ここを試合が来て、次で打ってこれだけ勝ったと。これ打ってこれだけ勝ったとね。これ FX 用ね、投資。こう来て試合が来て、ここでこれだけ勝ったと。1日の儲けね。FX って簡単だよ。これでいいんだな。こんな風にシグナルがあるわけね、これね。7勝3敗、勝率 70% ね。どうですか？ね。これで投資すればいいわけですよ。はい。これは FX 用のインジケーターに向いてるみたいだな。もう向いてるみたいだな。ね。勝率 70% だけど、このシグナル通り通してればいいわけですよね。ね。これは負けてるけどね。総合的には勝ってるわけですね、利益がね。こう来たでしょ？で、ここで打つわけですよ。こんなに稼げてる。これは負けたけど短い。こんなちょびっとだけだね。これも負けたけどこんなちょびっとね。これはこう来て、これだけ稼いだったね。だから、負けも結構少ないね。だからこうやって FX 投資すればいいんですよ。で、こうで勝ちでしょ。ほんとこれは、シグナル見てね、毎日。少しずつ儲かるんだね。これは FX 用だね。ね。冷やしだから長いからたくさんごっちゃり稼げるっていう。一日でデートでですね。この仕事が来た時に、次のその朝にここで投資するの。うん。まあ来たら、来たら打ってもいいんだよな。その場でね。その方がいいんじゃない？消えることあるかな、このシグナルは。このシグナルはどうだったかな。消えることあるからダメだ。クローズでね、見ないとね。以上ですね。FX も簡単だな。稼ぐの簡単だな。